い、皆さんこんにちは。マイリナです。全然私映ってませんので映してみます。いかがでしょうか。これみんな KTV ですんで、結構みんな変わりましたね、名前が。ここ前2階ですごい嫌らしかったですよ、お姉ちゃんたちが。この2階行ったことありますもん。でもここ名前違って純子だった。KTV お持ち帰りの。いや、持ち帰るんですよ。結構高い。おで歩いても全然呼び込みされないもん。あ、そうなんすか。金なさそうに歩いてから。はい、ここでアップしてる。結構ここ流行ってるんですよ。渡りますよ。このカフェ有名ですよ。あのチェーン店で有名なカフェです。はい、オーストラリアかどこのチェーン店で。これ去年来たところ、去年来た2階いたでしょ。去年来たでしょ、セカンドフロア。来ました来ました去年で。でこのマンションの名前言えば、このマンションの名前言えば必ず出てきてますね、夢だから。デビューマンション。マンション、デビューマンション。っていうと、いや上があの賃貸の賃貸だとホテルになってるのと、結構プール大きいですよ。それでこれが有名なレメディオスサークル、有名でしょ、レメディオスサークル。だからあの運転手とぼけたら、このまだベビーマンションって言って、このレメディオス、フロントオブレメディオスサークルといえば必ず来ますんで、これここも有名な場所だから、レメディオスサークルが。はい、でここ有名な日本食レストラン。
ほんでここがあのディスコで、ナンパに来るディスコですね。よく知ってるね。で、あの商売人のお姉ちゃんもたくさんいるからナンパできます。あ、ここね、はい、今度こっちで、ここもあの KTV 通りなんだけど、みんな看板が韓国に変わって。あ、そうなんですか。ほとんどこの当時のホテル韓国人ばっかりで、こういうところを見るとなんかフィリピンに来たみたいな、ね。ん？はい？水なんて撒いたくない。あ、大丈夫でしょう。いや、よく止まるけど。ああ。ああ、これ使うのが大丈夫。装置がすごい。トヨタの余裕がある。もうレッサーがでしょ。でここはよく出てくる東京88です。よく動画出てくるとこです。はい。東京88。聞いてみる。いや、まだあれでしょう。あのイーガルとかなると韓国系のものがあるんですけど。正面がロビンソンですよ。リーガル、セーフディズニーダウン。あとここのホテルも結構いいですよ。安くて。お盆になると結構お年寄りがこう泊まってますよ。これもホテル。ホテル。
あ、これもホテルですよ。あ、こっちはホテル、有名なホテルです。あ、そうです。結構エレベーターが来ないみたいで、あのマンションと、住民が住んでるマンションとホテルが住んでる。あとここは有名なフォーエバーラブ、動画出てくるでしょ、動画出てくるでしょ。安いですよ。Hello。で、ここ。大好きなあれですよ。大好きな陽子とかアップステージとか。高いですね。ほんでここが防具プラスですよ。昨日の店の芝居って。バクラでしょ、オカマちゃんでしょ、オカマちゃんがある、いや、
いや、おかまさんでしょ。いや、今おかまだったでしょ。え、今おかまだったでしょ。タクシー。